トニガールデマイスターはフィンランドのラリードライバー。コーボラ生まれ。1996年に世界ラリー選手権に初参加。1998年はセアトと契約。1999年はセアトコルドバで5戦に出場。ニュージーランドでは自身初の総合3位を獲得。セアト初の表彰台ともなった。2000年は セアトのナンバー2として WRC に初のフル参戦。ラリー・モンテカルロで総合4位に入った。2001年はセアトが撤退したため、プライベーターのプジョー 206WRC でモンテカルロ、スウェーデンの2戦に出場。モンテカルロは5位、スウェーデンは4位に入った。シーズン後半は三菱とスポット契約し、フィンランド、ニュージーランドの2戦に出場。しかし、 フィンランドではクラッシュ、ニュージーランドでは15位に終わった。2004フィンランド2002年はシュコダと契約しワークス復帰を果たす。しかしオクタビア WRC の熟成不足で上位進出ができ、2003年も引き続きシュコダから出場。シーズン前半のニュージーランドでは総合5位に入る。シーズン後半はファビア WRC で出場するも、 苦戦を強いられノーポイントに終わる。2004年もシコだから出場するも、予算削減により、ヨーロッパラウンドのみに出場した。この年はフィンランドで8位、ドイツは7位に入賞した。2005年はフォードへ移籍。モンテカルロ、アクロポリス、コルシカで、自己最高位の総合2位を獲得する。ドライバーズランキングでは、自身最高の4位を得た。2006年はフォードを放出され、 再びプライベーターとしてシーズンを戦った。モンテカルロには、プジョー 307WRC で出場し3位、入賞。その後はマシンを、クサラ WRC に変え、アクロポリス、ドイツ、キプロスに出場。プライベーターながら、ドライバーズタイトル9位に入った。2007年は、MMSP から、モンテカルロ、スウェーデン、ノルウェー、ポルトガル。 サルディニアの5戦に出場。ドイツでは、プライベーターのクサラ WRC を仮出場。7位に入った。2008ドイツ2008年には、鈴木のワークスチームである、鈴木スポーツに移籍し、SX4 で WRC にフル参戦したが、世界的な景気交代の影響を受け鈴木が同年、限りで WRC でのワークス活動を打ち切ることを決定したため、 一年でシートを失った。2009年は、インターコンチネンタル、ラリーチャレンジを中心に参戦する方針で、ラリーモンテカルロには、フィアットプントで参戦したがリタイアに終わった。2010年も同じくラリーモンテカルロにフィアットプントで参戦。リタイアに終わる。2011年は、自チーム TGS ワールドワイドを設立し、アークに参戦。 出場した8 0すべてでポイントを獲得。ありがとうございます。